JR 博多シティ、博多阪急博多阪急は、福岡県福岡市博多区博多駅中央街にある、阪急阪神百貨店が運営する、百貨店。博多駅博多口の駅ビル、JR 博多シティ内にあり、同駅ビルの各店舗である。博多阪急は、JR 博多シティビルの南寄り部分地下1階から8階に、ある。 同ビル南寄り部分は、その東側の JR 九州在来線ホーム上に、約60メートル競り出しており、ビル内ホームとなっている。ホームは2階部分にあるため、阪急の2階フロアは、他のフロアに比べて狭い。また、中3階フロアを持つ。店舗部分の北園は、JR 博多シティの各新設通路、連絡口等とも隣接しており、利便を図っている。 暮らしの学校をコンセプトとして、西宮阪急で成功したことことステージというかく、売り場に設けられた、顧客参加型のイベント広場で、調理教室や食育、着こなしやコーディネートの講座など、取扱い商品に関連するイベントを開いて、生活支援や使用価値を提案する仕組みを導入し、2階を除く、全フロアに、大小20カ所設置するなど、物販以外のスペースが、 店舗面積の約15%を占めているほか、男性向けのコーディネート支援サービスも導入するなど、提案型のサービス機能に注力している。20代 OL に低単価でも、頻繁に買い物に来てもらうことを狙い、ファッションビル並みの低単価のレディスファッションを扱う、博多シスターズを設け、高級婦人服を扱う特選売り場を設置せずに、主力の婦人服売り場の商品の多くを、 単価1万円未満に抑えるなど、従来の百貨店の品ぞろえと大きく異なる商品展開を行っている。また、大手百貨店が大都市の主要店舗で展開している、富裕層や法人を対象とする外商を設置しないなど、珍しい営業戦略をとっている。こうした当店の若い女性等を対象にした、ファッションビル並みの価格帯の商品を扱う戦略を取った影響もあり、 当店を含む JR 博多シティの開業半年後の2011年7月に、天神地区の3百貨店が前年同月比で4.7%減だったのに、対し、ファッションビルの福岡パルコが15%減、ソラリアプラザが10%減となるなどを競合する、大型店の中でも百貨店よりもファッションビルの方が、大きな落ち込みを見せる結果となっている。2011年に、 阪急阪神百貨店が店舗運営を3つの事業部に分けた際には当店は主力店を担当する第一店舗事業部の所属となり販売部門と商品部門を分けて各々の,のの責任を明確化する体制へ移行した過去の主要テナント開業時2011年博多シスターズセクションにある喫茶博多シスターズカフェではイベントステージにユーストリームスタジオを設置していた 1963年から開業していた三代目、博多駅が老朽化したことを受けて、2007年より駅舎を取り壊し再開発することを決定していたが、1966年から入居していた博多井筒や阪急百貨店及び高島屋が新駅ビルの各テナントに名乗りを上げていた。JR 博多駅ビルの再開発ビルへの出店について、 当初は2004年1月に九州旅客鉄道が高島屋を承知した意向を表明して高島屋も打診に対して出店に前向きだったため同社と交渉が進められていたが2005年4月12日の決算発表の席で条件が合えば出店したいと地元最大の百貨店岩田屋を上回る規模での出店を目指して交渉していたが百貨店部分と専門店街部分の売り場面積の 構成で折り合わず交渉が難航したため、九州旅客鉄道が、急遽、阪急百貨店との出店協議に切り替えた。建て替え前の旧駅ビルで営業してきた井筒屋は2005年1月26日に、社長名の文書で、新駅ビルへの各百貨店としての出店について、前向きに検討したいなどと営業継続を求めていた。他社に優先して交渉することを主張した井筒屋の、 訴えで、福岡会裁判所で、同年12月に、第1回、2006年1月31日に、第2回の調停が行われたが、九州旅客鉄道も、他社と同列に扱う方針を曲げず、溝が埋まらなかったため、調停は決裂しかけた。しかし、最終的には保証金45億円を支払って、退去してもらい、2007年3月31日に、 博多井津屋は閉店した。2006年3月24日、阪急百貨店は博多駅ビルへの進出に向けて、九州旅客鉄道と本格的な交渉に入ることを取締役会で決定して、同年4月3日に正式に合意したことを発表し、その後駅ビルの建て替えが進められた。2011年3月3日に入居する JR、博多式とともに、 博多阪急を開業し、九州へ初進出した。1日35万人が乗降する九州最大のターミナルの駅ビルという利便性を背景に当店を含む JR 博多式全体で開業初日に約22.2万人を集めた。当店の開業半年間で来店客数が想定の1.5倍の約1820万人に達したが、売り上げは約200億円で計画を 約8%上回っただけに止まり、客単価が想定以上に低かったため、クレジットカード会員など固定客の増加による単価引上げを目指すことになった。当店が初めて年間を通じて営業した2012年3月期に、当店が売上高約372.59億円と、初年度目標の370億円を少し上回り、H2O リテイリングの連結決算も、 前期比8.7%増の売上高約5055.88億円で3年ぶりの増収となるなど順調な滑り出しを見せている。そして2014年3月期で売上高が前年比108%増の売上高404億円に達し、当初の目標だった400億円を超えた。ありがとうございます。